い、どうもー。水溜りボンドです。お願いします。ね、毎週頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ドミーです。カタです。お願いします。まあ、久々にちょっと実験的な、うん、実験系の動画をちょっとやりたいと思います。やりましょう。こちらですね。びっくり恐竜の卵。なんか水につけとくと、うん、でかくなってくよっていう。うん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 。旅行先のホテルに、あー、旅館とかに売ってるイメージだよね。なんでだろうね、あれね。卵が完全に水に浸かる容器に入れ、卵が完全に隠れるまで水を入れてください。通常24時間から48時間以内に卵が割れますと、はい、卵割れるまでに2日かかるんですよ。卵が完全に恐竜から出てきたらそのまま水に入れておいてください。最大5日から、1週間で最大の大きさまで成長します。なるほど。そんなには大人になるといいな。なんとかしようぜ。子供は絶対2日かけてください。これもう、そうね、強く言っとこう。ね、違う大人になっちゃうからね。ふざけんなよって、ね。そうね。大人になったらやってください。そう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 。大人はいいんだよっていうことでね。俺らが一番嫌いだった言葉、ね。俺らがいい。うん、そう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 。そうですか、いいじゃん。一人一個までにしてください。一人一個ですよ、子供は。僕らがこれ買って自分たちをお金で買ってるんだ。そんなのなんだ。子供はおると親の金だってのうぜぇうぜぇということで、まあ最大5日かかる実験として、はい、1日目こいつらに何するかっていうちょっと熱湯なんかなっていう。なんか僕聞いたことあるのが、うん、ぷよぷよボールあるじゃないですか、うん、あれってあったかいお湯の方が早くでかくなる、うんうん、とりあえずじゃあ熱湯でさ、はい、熱湯に入れてもやってみましょう、はい、圧力でもいいんだね。圧力プラス熱で、うん、早く吸収するんじゃないかなっていうところで行ってみましょう。入水ジャポン。あっちは、いやでも大丈夫なはずだけどね。トリケラトプス、トリケラトプスゾウのなんかあるある。これ開けたいと思います。なんなんだよ、なんなんだよ。開けますよ。はい、オープン。じゃじゃん。ここに来ました、来ました。結局もう今でかくなってます、あれは。うん、なぜかと言ったら普通に1週間経ったからね。可能性としてあるのは真空状態の中に入れたらどうなんだろうってなって、はい、設備をお借りしに来たんで、うん、ちょっと元気先生お願いします。よろしくお願いします。これが水を吸って、はい、でかくなるんですよね。はいはい。よく真空にすることによって、まあ、水を吸いやすくなるのかどうか。そうですね、真空にすることによって中が膨張、うん、これの自体が膨張するのでそこに水がこう、はい、入り込みやすくなるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、硬いっすね。すげえ。値段的には結構する。値段的には多分100万円くらいする。すげえ、ね、この実験のために100万円の力が。要するにこのマシュマロが、はい、恐竜だった場合、はい、今どんどん真空になっていってるんですよね。はい、そうするとマシュマロがどうなるのかってことですよね。はい、ああ、もうこういうことですよ。こういうことですね。これはあの恐竜にやってやったら、恐竜にやることによってでかくなんじゃねえの。でかくなってそこに水が入るんじゃないかと。そうですね、その可能性がある。完璧ですよ、こんなん。お願いします。入れます。おお、いいですよ。はい、頼む。来るぞ。どうだ、このビーコン。あ、沸騰するんだ。そうか、沸騰するんだ。どうなってる。何かしら起きててる気するな、うん、なってるよね。これできたらマジですごいぞ。よし、開けますね。この時に小さくならないでほしいね。お湯ちゃんと吸っといて。確かにここで吸う可能性があるんですよね、むしろ。うん、そうですね。お願いします。先にお湯を吸い込んで、お湯が周りになかった。あ、でかくなってる。ちょっとでかいか。え、これちょっとだけ。かわいい。よし、まあ大きさは皆さん見たと思うんで、じゃあ置きましょう。なるほど。でかい、さっきよりでかいな。お湯だ。真空のせいだったのかどうか分かんなくはなってきましたね。
お湯で結構いくなって。だから俺らシンプルお湯をやってないからね。ワクワクするなこれ。まずここで真空状態へ。あ、できた。おー、あー、なんか全部なんかバーンってなんなかった、あれ感じだったよ今。これで無理だったら無理ってことにしましょう。しますか。頼むぞ。今吸ってるんですよね、ここで。そうですね。頼むぞ。お願いします。はい、あ、すいません。はい、オープン。ぐちゃぐちゃ。多分普通にお湯でやった時の方がでかい。これです。おお。一番でかい状態だとこうなんですよね。はい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 。なんで卵の状態で。単純にこう置いて真空にしてもでかくはなんないんですか。ちょっとやってみる。マシュマロ的なことは起きないんですか。起こるかもしれないですね。これ中にどんだけ空気が入ってるか。実験を加えられてる感すごい。いや、そうそう、いきそう。震えてる。本物の恐竜になるんじゃねえかこれ。震えてるぞ。腹立つなあの動き。もう起きないです、ね。はい。起きないこいつ。おはようございます。今回もですね、一応この件に関しての、はい、その元気さんの見解とか、はい、概要欄に書いていただけたらと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。でチャンネルもね、下に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで以上、今日のミスアイオンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。